キャンサーネットジャパン事務局長の木原と申します。本日はお暑い中、またお休みの中、ご参加いただきましてありがとうございます。えー、と簡単ではありますけど、キャンサーネットジャパン、どういう活動をしているのかというのはあの閉会の挨拶とともにちょっとご紹介をさせていただきます、えーと。キャンサーネットジャパンですけれども、1991年に医師2名によりあの活動が始まりました。まあ、当時はインフォームドコ専セン言っセカンドオピニオンというような 言葉もです、ね、全然知られてない中あの先駆けとなって活動を始めました2001年に認定 NPO 法人等を取得しまして現在このような14名のスタッフとともに活動しております主なミッションといたしましてはがん患者が本人の意思に基づいて治療に臨むことができるよう患者用語の立場から科学的根拠に基づいたあらゆる情報を発信することを ですまた、ビジョンといたしましては、がん患者ががん、がん体験者ですね、家族、遺族、その支援者、また医療者とともに、日本のがん医療を変えていこう変えてまた、がんになっても生きがいのある社会を実現することです。また、スローガンといたしましては、このノーマーキャンサーといたしまして、まあ、がんを知る、学ぶ、集う。 というようよに、まあ、このようなセミナーもそうですけれども、まあ、がん医療セミナーであったり、啓発の冊子、またあのコーディネーターの育成等を実施しております。また先日、ですねあの東京なんですけれども、あのジャパンキャンサーフォーラムといいまして、まあ、患者向けの学会みたいな感じで、すね、まあ、多くの方に、まあ、2000名弱の方にお集まりいただきまして、大変盛況のうちに終えることができました。 また10月28日にですね MBS と共催いたしましてキャンサーフォーラムというものを実施いたしますのでぜひあのご都合よろしければご参加をよろしくお願いいたしますまた今日お配りいたしました冊子ですけれども肺がん以外にも24種類の冊子を作成しておりますのでもしよろしければキャンサー・イット・ジャパンのホームページよりお問い合わせいただければあの郵送等いたしますのでぜひ。 ご覧いいただければと思いますまた今回の肺がん疾患ですね、治療啓発キャンペーンですけれども、まあ、2013年から始まりまして、まあ、これまで多数の薬剤が承認されております、まあ、第1回か2013年では5回ですねで、14年に3回、15年に大阪で1回、で16年に2回。で 参加人数ですけれども1760名の方に参加いただいておりますで今回が第12回ですね実施いたしましたまた今日行いましたセミナーですけれどもあの肺がんキャンサルエットジャパンのホームページのからもあの移動ができるんですけども肺がんの特設サイト等をあの作っておりましてそちらの方であで動画を今後配信する予定をしております もしあのもう一度見たいなという方がいらっしゃいましたらホームページに来ていただきましてこちらの特設サイトのこちらですね動画というのがありますのでこちらクリックいただければ今日のセミナーすべて見られるようになっておりますのでまたご活用いただければと思いますまた最後になりましたが CANSIGHTJAPAN ですね、えー、っと寄付皆様の寄付等によって活動が成り立っておりますあのですのでぜひ 今後いろいろとご支援ご協力をいただければなと思います。まあさいあの今回ですねえっ、ー、と配布している資料の中にもですねあのこういったもものが入っておりますのであの何卒ご支援といただければと思います。本日はどうもお忙しい中ありがとうございました。